はい、ですね、なんだっけ、高田信彦さんが新生 UWF 時代に居酒屋を持ってたっていう話を、船木正勝選手が、おっしゃってましたね、YouTube チャンネルでね。で、僕の知識では、その高田信彦は酒が強いっていうね。で、桜庭と酒を飲むことはないだろうと。あ、で、この高田信彦さんと前田さんの関係もよくわかんないですね。という問題提起の音声のみ動画です。